どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、久しぶりにですねバイロンやっていこうかなと思います。なんでかっていうと、イベントの報酬でバイロンの新しい新規カードが追加されましたって、キャラクターがね、バイロンってね、このねキャラクターね、このハゲ使わなきゃいけないんですよ。なんでかっていうと、この迷宮作成っていうこのスキルがめちゃくちゃ強いんで、レベル5の迷宮駅ラビリンスウォールを手札2枚戻すことによって作れるっていう、まあスキルなんですけど、これがね結構必須みたいなのがあって、シンクロするのにちょっとね、このハゲから抜け出せないね、その迷宮壁はこのダブルハゲなんですよバイロンデッキの迷宮壁イコールこのダブルハゲ、こいつが一番の迷宮なんですよ。なんですけど、これですね、追加されたのバイロンプリズム、彼がね、まあ、そこそこ強い。まあどういう効果持ってるか、今までのバイロンデッキっていうのはこのキューブとかでシンクロしていくっていう8シンクロのメインのデッキだったんですよ。バイロンキューブっていうのはシンクロ召喚の素材になると、デッキから装備魔法カードを1枚何でも手札に加えられるよっていう効果持ってるんで、まあバイロンの魔法トラップとかもそうですけど、もちろんこのガーディアンの力とか、あと魔導士の力とか、この辺の、まあ、最強の装備魔法カード、納金装備魔法カードを手札に加えられるっていうことで結構強かったんですよね。でこのキューブ以外にも今回加わったのがこのプリズム。プリズムはですね、レベル4の中7なんですね。だから迷宮駅ラビリンスウォールとシンクロすると9、レベル9のシンクロにできるんですよ。で迷宮駅ラビリンスウォールっていうのが通常モンスターなんで、その通常モンスターとそのチューナーでシンクロできるこの双眼の源流っていうのとか、まあ他にもね、旧シンクロだったらこのバイロンアルファとか、ドラッグとかいけるんですけど、このね双眼の源流が出せるっていうのが結構ポイントで、これ結構強いんですよ。なんでかっていうと、バイロンプリズムの効果で、チューナーとしてこのカードがモンスターゾーン上から墓地を送られた場合、500ライフポイントを払って自分のフィールド上の表側表示のモンスター1体に装備できますよと。で装備されているその装備モンスターが戦闘からダメージステップの間、まあ相手からの攻撃でも自分からの攻撃でもいいんですけど、1000ポイント攻撃力アップしますよと。だからですね、プリズムこれね、双眼の銀竜の効果って対象に取れないよっていう効果が発動するんですけど、これ、ね、ちゃんとねチェーン1、双眼の銀竜チェーン2プリズムの効果になるんですよ。だからプリズム装備した後で対象取れないよっていう効果発動するんで、双眼の銀竜のだから、ね、装備できるんですよ結論的に。でこれなんで強いかっていうと、3500じゃないですか打点が、双眼の銀竜がこれ装備すれば。でしかもこれ返しのターンで迷宮壁ラビリンスボールを蘇生できるんですよ。これ双眼の銀竜ってその毎ターンの自分のスタンバイフェーズに墓地の通常モンスターを蘇生するよって僕は思ってるんで、これで迷宮駅ラビリンスウォールを蘇生するんですよ。で蘇生した迷宮駅とまたバイロンキューブでシンクロして8シンクロ出すっていう、まあこの辺とかこの辺とかね出していくというムーブができるんですよ。これが結構強いっす、結構強い。だから最初に、まあ、動き方としては最初に双眼の銀竜立ててバイロンプリズム装備しといて3500にしといて、双眼の銀竜をで、まあ、殴りにくいですよね。3500の銀竜って効果でも破壊されないですし、こいつなんでそのモンスターを立てといて、で返しでバイロンエプシロンとか、スクラップドラゴン立てるっていう、このムーブこれやっていきたいなと思います。でバイロンよくわからんっていう方のためにね、バイロンの効果を説明しておくと、新規のモンスターのエプシロンっていうのがまあ強いんですよね、非常に強い。このモンスターの、装備カードが対象に取れるなよっていう効果持ってるんですよ。で、セグメント逆にこのカードが装備されているモンスターが魔法と、あ魔法じゃない、罠とモンスターの効果の対象にならないよっていう効果持ってるんで、だからセグメントで、エプシロン守ってエプシロンがセグメント守るみたいな感じなんで、どっちでも対象取れないよっていう効果を付与できるんですよ。だから結構これが無敵の、まあ、パーフェクトバイロンっていう話なんですよね。なおエネコンね、魔法カードだけで、ね、聞いちゃうんですよね。でこちらのセグメントさんと、バイロンエプシロンさん、装備するとどっちも守るんですけども、魔法カードだけは守りません。魔法カードの対象になります。なんでかっていうと、そもそもこの装備魔法が魔法カードなんで、魔法カードの対象にならないっていう効果つけちゃうと、装備できないって話になるんで、バイロン魔法カードを、なんで魔法カードだけは、対象になります。なのでエネコンめちゃくちゃ効きます今回はフラグでないことを祈る、これがはいという感じでございますね。結局カナティアとかそこなしが辛いんで、シンクロデッキなんで、なんでこの辺のハリケーンとかコツサイは積んでるっていう感じですね、バック除去のために。はい、
ということで早速新ネオニューバイオンデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方20代くんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。てめえの頭もハゲさしてやろうか。リーブ21。いやちょっとこのキャラクター使うのマジちょっと気が引けるんですよね。わかりますか、あの迷宮作成っていうスキルが強いことは十分承知してるんですよ。私も承知はしてるんですけども、 OK ね、オス OK、 あのしてるんですけれども、いやそれにしたってね、やっぱねこいつを使うのはねちょっとね気が引ける。まああの同族嫌悪といったところでしょうか。さあ竜魔との勝者の効果、あやべえ目をつけてる強いじゃん。さては貴様ネオススターダの使い手だな。俺と同じスキルを持ってるとはなかなかやるじゃないか。必ずネオスが初手に来るっていうね、ネオススターターのスキル強靭無敵最強。あ助けるとめんどくせえな、助けるとちょっとめんどくせえな、助けると若干めんどくせえけどまあしょうがねえか。おバックライオッケー、ドロープリズムオッケー、プリズムバイロンプリズムを召喚、そしてスキル発動迷宮作成。私はプリズムさんとキューブさんをデッキもし迷宮駅ラビリンスウォールを特殊召喚、そしてレベル5迷宮駅ラビリンスウォールにレベル4バイロンプリズムをチューニング、白土から的石白銀の翼、その号砲とともに今反逆の翼ひるがえせ真空の召喚、視聴せよ双眼の銀竜、そして双眼の銀の効果にチェンジ、バイロンプリズムの効果発動、双眼の銀竜に装備し打点を1000ポイントアップする最強装備法とカス、そしてカード1枚セットバトル加えシルバニアストリーム必殺技で出せシルバニアストリーム、シルバニアファミリーストリーム、おっしゃうれダメージ計算時のみバイロンプリズムを装備したモンスターの攻撃力は1000ポイントアップする、つまりこのモンスターは3500打点最強かって言ってて、これでコツサイバーンされてぶち殺されて終わるんだけど結局コツサイ弱点みたいなのがありますね。なんか全部のデッキに言えることコツサイ弱点、もうなんかコツサイもやめない、もうなんかバックドキャっていう概念やめないもうちょっとめちゃくちゃなこと言ってますけどね。お、なんだ、お、デスペラード、オッケーデスペラード、オッケーオッケーオッケー、いいよ。このモンスターは召喚、真空召喚に成功した次の相手ターンの終了時まで効果では破壊されない。お、潜ってくるデスペラード、おい、銀利の効果知ってっか、大丈夫かそれバコーンってなるんじゃないか、それバコーンってなる説あるぞ。え、これ知らないよ俺、どういうこと双眼の銀竜の方が知らない、もしかしてブルーアイゼッキ触ったことない。双眼の銀竜ってのはですね、あの相手ターンの終了時まで新規の召喚した、ターンの次のターンの終了時まで効果で破壊できないよっていう効果を持っております。そして双眼の銀竜の効果、迷宮駅ラビリンスウォールを墓地より特殊召喚、このカードを場に、そしてバイロンキューブを攻撃表示で召喚、レベル5迷宮駅ラビリンスボールにレベル3バイロンキューブをチューニング、今正義の名のもとに審判は下される、この罪深き世界に断罪の剣を突き立てよ、新規の召喚将来せよバイロンエプシロン、そしてバイロンキューブの効果発動、デッキより装備魔法カードを1枚を手札に加えていく、そしてバイロンセグメントをバイロンエプシロンに装備し、バイロンエプシロンの効果発動、バイロンエプシロンは装備法を発すことによって相手のフィールドのモンスター一体を破壊する、ジャッジメントソード、そしてバイロンセグメントの効果発動、バイロンセグメントの効果によってデッキよりバイロン魔法トラップカードを1枚を手札に加えていく、そしてガーディアの力を装備していけ、バイロンセグメントを装備、うおーバトルだ、くらえシルバニアストリーム誰だ、こいつの攻撃面ちょっと考えるわ、こいつの攻撃面どうしようかな、助けて OK、 こいつの攻撃面どうしようかな、ちょダサすぎるわ、あんまりもダサすぎだ、
あなんか滅びのなんかシルバーなんちゃらみたいな攻撃面にした方がいいんだ俺。滅びのシルバーチャリオッツ、ダメだちょっと頭働きませんわ。ちょっとまた今度考えていきますわ。こいつの攻撃面出すぎ問題が発生します。無の煉獄、すげえカード入ってんのおい、どういうこと、すげえカード入ってんの、全部捨てるぞあいつ。ってきた、サイバーダークエッジ、オッケーいいだろう、サイバーダークエッジぐらいいいだろう、そのぐらい許してやろう、いいだろう、俺様に勝てんのか、俺様の最強モンスターに勝てんのか、あいいだろう、サイバーダークカロンいいだろう、サイバーダークカロンの効果によってカロンも墓地に送って戦略が勝ってやるよ、いいだろう。レンリンとエッジ大丈夫か、お前は死ぬぞ。総画の銀の効果発動せずにバイロンエプシロンの効果発動、バイロン魔法トラップを墓地に送る、貴様のモンスターを破壊、そしてバイロンセグメントの効果発動、バイロンフィラメントを手札に加えていく、バイロンこれどっちだ、じゃあこちらね、バイロンフィラメントを装備、うおー対戦ありがとうございました。ジャッジメントソード、ハゲなめんな、ちょっとリーブ21行ってくるわ。さあお相手の方は不動優勢くん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、いくぞユウさん、お久しぶりにアンチノミーができるぞちょっと待って、アンチノミー感なさすぎないこのキャラクター、ちょそんなのは関係ない、いくぞユウさん、ユウさんそろそろデュエルリンクスにもアンチノミー僕を実装していいんじゃないか、ユウさん、ユウさん聞いてんのか、ユウさん、あーなるほど、バイロンプリズムを召喚、そしてコンポーネント装備やな、コンポ、いや別にいいか、これ別にいいや、迷宮作成発動、私はコンポーネントおよびテトラをデッキに戻すことにより無限肉液ラビリンスウォールをフィールドに出し、レベル5無限肉液ラビリンスウォールに、レベル4バイロンプリズムをチューニング、白く力まといし白銀の強さ、その後方とともに今反逆の強さ、ひるがえせ新規の召喚、視聴せよ双眼の銀竜、そして双眼の銀竜ここにチェンジ、バイロンプリズムの効果も発動、双眼の銀竜に装備、はっカードを1枚セット、ターン終了だ。さあユウさんどうする、僕のこの双眼の銀竜を倒すことができるかな、ユウさん、さあどんな歴史なんでしょうか、ユウセ珍しいですけどね、バイロンソルジャー、何バイロンデッキだと、貴様このご時世バイロンデッキ使っている、貴様ただものではないな、だからやるじゃないか、バイロンステラ、なるほどステラ、あやばい、ナラシンクロ、まずいブラックローズされると、ですね、これあれですね、それなんですか、全部ワンダムズムズムズ、ああ、OKOKOK、俺了解ね、それは、OK、了解、これは特に何もないか、だからレベル3のやつがなんか装備されて、シグマ、ああ、なるほど、シグマ、攻撃するときにデッキから装備はほぼ装備するっていう効果のモンスターです、なるほど、まあ、今んところこすはしない。オッケーオッケー、了解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 、だからですね、こいつ死ねば関係ないから、こいつ死ねば関係ないし、そもそもこいつ効果で破壊されないし、フィラメント、フィラメント、魔法トラップ使えない、オッケー、魔導士の力装備されてめんどくせえな、ここはコスミックサイクロンして、まあ、魔導士の力でも別にいいか、別にいいけど、まあいいや、こっち最低ぶち飛ばしていこう、はい、でここぶっ飛ばしてこっちやな、はい、OK、 これで殴られても別に超えられないよね、3500だから、3500だから、OKOK、 いや危ねえ危ねえ、ビビらせんなユウさん、双眼の銀竜の効果、メイキメイキラビリンスボールをもちろん特殊召喚、いくぞユウさん、バイロンキューブを攻撃しようでしょうか、リミット解放レベル8、僕はレベル5メイキ撃ラビリンスボールにレベル3バイロンキューブをチューニング、ブースターランチ OK、 インクルネーション OK、 レギュレーターオープン、ナビゲーション
オールクリア。ゴー、神経は召喚。カモン、テクチーナス、バイロンエプシロン。バイロンキューブの効果発動。バイロンキューブ、デッキ距離。装備は砲火などおいちゃんが手段に加えることができる。そして、僕は、バイロンコンポーネントをバイロンエプシロンに装備し、バイロンエプシロンのエフェクト発動。バイロンエプシロンは、バイロン装備砲を墓地送り。流星のフィールドのモンスターを破壊する。バイロンコンポーネントの効果発動。このカードが墓地で送られた場合、デッキ距離、バイロン装備砲カードを手段に加えることができる。バイロンフィラメントを装備。さらに、僕は、手札のガーディアンの力も装備。行くぞ、ユース。これが、時空を超えた、バイロン新居デッキの実力だ。ユース、君は、まだ君の限界を超えてはいない。限界を超えるんだ、ユース。ユース。さあ、お相手の方。髪型がイリリングオブジョイトさん、よろしくお願いします。ゼルスタンバイ。予想外、いいだろう。ほう。ジェネクスコントローラー。ほう。おい、やめろよ。おい、やめろよ、マジで。お前、ふざけんなよ。デュエルし。おい、デュエルし、どうや。クソゲーかよ、マジで、これ。クソゲーかよ。ふざけんなよ。デュエルしろや、マジで。デュエル拒否すんな。おい、俺様の刃物バリアを埋めるコースが広くて。あああああ無理やって。なんだよこれ。どういうことだよ。どういう状態。もう俺やることなさすぎるんだよ。いやもうこいつに勝負しよう。バイロン、バイロンじゃねえや、お邪魔、お邪魔キングでとどめさせよ。やるんならお邪魔キングでとどめさせよ。お、来た。ガチで何もできねえ。